中田翔の2軍降格で中日が直面する内部崩壊&令和の米騒動再来の危機。頻打に喘ぐ中日の主砲候補として、巨人から鳴り物入りで移籍した中田翔内野手が6月26日、不審により2軍降格を言い渡された。3、4月は打率283、12打点と期待通りの成績を残しましたが、5月に左足首の怪我で登録を抹消されて以降、全く打てていなかった。6月の月間打率は1割台前半ですから、立浪和義監督も我慢しきれなかったのでしょう。今は中島がそれを担ってるからセーフ。ドラゴンズの危機っていうか立浪の危機じゃないのか。中島はいつまで使うんやろな。まあ2年契約に止めたのはナイス判断やな。3年とかだったらやばかった。6億も払うのはナイス判断なんですかね。大金払ってるけど働けない高級鳥って各球団に1人や2人いるし。結局誰あげても変わらねえで草。フライデーなんか好き勝手言ってるだけ。なんでよそ者がチームの支柱やねんと違和感すごかったが選手と首脳陣の間を取り持つ中間管理職的な役割を果たしてたのか。立浪と中田って、よく考えたら週刊誌的にはめっちゃ美味しい組み合わせだな。つまり、立浪やコーチじゃ選手をまとめきれないってことだろ。首脳陣の能力不足を暗に言ってるわ。中田が打てないのは分かってたこと。またやらかさなければええ。ご視聴ありがとうございました。